今回はスペシャル動画です。これだけ見とけば間違いなく圧倒的モテ男になれるという完全版動画を作りたくてかなり時間がかかってしまいました。前から見てくださっている方はもしかしたら最近投稿頻度少なくなってるなと思われたかもしれません。ごめんなさい。お待たせしたお詫びとして豪華プレゼントを用意したのでコメント欄から LINE のお友達になって受け取ってください。この豪華プレゼント20個の内容としてはデートのおすすめのお店リストとか女性が喜ぶデートプラン、恋愛心理大全など実践でめちゃくちゃ使える内容になっているので好きな人がいる方や恋活、婚活してる方は絶対役立つ内容になっています。はい、というわけで早速本題やっていきます。前半は全男性がするべき自分磨きを20個ご紹介していきます。後半は本能レベルで追われて引きつけるモテホルモンについて様々な論文や研究データをもとに徹底解説していきます。中には難易度の高いものもありますがぜひ皆さん実践してみてくださいね。2021年の出生動向基本調査によると結婚相手に女性が求める条件として重視する、考慮すると合わせると相手の容姿の項目が1992年の調査以降過去最高の記録 81.3% となったようです。なのでまずは容姿に関するポイントから重点的にやっていきます。1つ目はアンチエイジング医療を取り入れるということです。ある化粧品会社が610名を対象にアンケートを行った結果シミがあることによって見た目年齢がなんとプラス5歳が 56.6% プラス10歳と感じた方が 24.6% と実年齢よりもかなり老けた印象を持たれることが判明しました。なので目立つシミはレーザーで取っちゃうといいと思います。自分の住んでる地名プラスシミ取りで検索してみてください。皮膚科とか安いところだと数千円でやってもらいます。あとは眉間にシワを寄せるのが癖になってしまっている方はボトックス治療で抑えることもできます。それから40代以降の方とかでクマが目立つという方はクマ取りをすることで見た目年齢がこれも5歳から10歳程度若くなるため効果も高いです。寝不足でできるクマではなくて年齢とともに肌が垂れてできるクマのことです。2つ目はヘアスタイルです。まずは基本的なところからやっていきます。シンプルに自分に似合うかつトレンドを外していないヘアスタイルにしましょう。そう言われてもピンとこなければヘアスタイル、トレンドなどで調べればすぐにヒットします。その中から自分に似合うスタイルを決めましょう。ヘアスタイルがきちんとしているだけで一気に雰囲気イケメンに近づくことができます。雰囲気イケメンという言葉に悪い印象を抱いている方もいるかもしれませんが世の中雰囲気さえイケメンにできない人も多いのでこの雰囲気イケメンにするだけでも変わってくるんですね。モテやすくなります。それに形から入ろうと決めてそれを実践できる人は立派です。ファッションを頑張ったり筋トレをしてもすぐには効果は出ないかもしれませんがヘアスタイルを整えればそれだけでモテ度がアップするのでコスパよく即効性があります。3つ目は必要があれば AGA 治療をするということです。結構コンプレックスに思われていたり気になり始めたという方も多いんじゃないかなと思います。やっぱり恋愛って第一印象でかなり勝敗が分かれてきます。初対面で最初に目に入るのって顔と髪の毛なんですね。私が聞いてるとみんなネットで調べて育毛剤とか粉タイプのものとか注射とかいろいろやってるんですけど結構こう調べて広告で出てくるのが多いので全然効果なかったりするんですよね。実体験のブログかと思いきやただの宣伝だったりとか怪しすぎビジネスはかなり多いので適当に選ばないようにしてくださいね。私のような第三者から見ても効果が皆さんはっきり出てるのはやっぱり医療の治療ですね。オンラインで相談できるところとかあるのでそういうところに相談してみるのがいいと思います。4つ目は眉毛です。以前の動画でもお伝えしましたが眉毛については美容室か眉毛サロンに行きましょう。眉毛もヘアスタイルと同じぐらい大事で数ミリ単位の変化で顔の印象を大きく変えます。最初のうちは慣れるまで素直にプロにやってもらうことをおすすめします。ちなみに眉毛サロンの金額の相場は1回3000円から5000円ぐらいです。あと眉毛が薄い方はアートメイクもおすすめです。凛々しい印象に大きく変わります。顔の黄金比率に合わせて計測してやってくれるところもあります。眉毛ってトレンドもあるし1回アートメイクしたらそのままなのかなと心配される方もいますが皮膚の浅いところに色素を入れるので数年で元に戻るので安心です。5つ目は歯に対する意識を高めるということです。早め早めに虫歯があれば治して歯石があれば取るようにしましょう。毎日の歯磨きは当然として歯間ブラシや舌ブラシも使うのもマストですね。これは口臭対策にもなります。
黄ばみが目立つのであればホワイトニングをして美白するといいです。ちなみに歯に関しては何かあってから直すというよりも3ヶ月に1回程度定期検診を受ける方が長い目で見て安くなるケースが大半です。それに自分で何かあったと気づいてからではすでに虫歯とか歯周病とかが進行している可能性が高いです。日本人って歯に対する意識が低いというふうに言われてますが、だからこそ気を使えば他の男性に差をつけることができます。はい、ではサクサクいきますね。6つ目は男性のスキンケアは重要ですという話です。肌に自信がない人は肌質改善をやっていきましょう。スキンケアイコール女性のものというイメージが未だにあるかもしれませんが、女性も男性の肌を見ています。見るぞというふうに強く意識している女性は少ないと思いますが、自然と気になってしまうものなんです。男性も洗顔料で洗顔して化粧水美容液などを使ってきちんとケアしましょう。最初は面倒に感じるかもしれませんが、毎日の積み重ねで確実に変わってきます。女性って本能的に肌が汚いと免疫力が低い、生物として弱いんじゃないか、この人の子供を作って大丈夫かなというふうに考えるので、肌をきれいにすることは大事なんです。ポイントは食生活の改善、これが一番大事です。ここがダメだと根本的にダメですよね。洗顔料、化粧水、乳液などによるスキンケアもそうですね、大事ですね。あとまた医療の治療ってなると顔の脱毛とかもトーンアップしていいですね。ニキビが治らないのであれば1日8時間睡眠を心がけて皮膚科で薬をもらいましょう。またスナック菓子とかカップ麺など体に悪いと言われているものはできる限りお肌のためにも食べないようにしましょう。では7つ目は環境を変えるということです。例えばサッカー選手になりたいのであれば一人だけでサッカーの練習を始めるのではなく地元のサッカーチームなどに入ると思います。それと同じでモテたいけど現状に今満足していないなら思い切って環境を変えなくてはなりません。一例として髪型1000円カットで済ませてるなら1回4000円以上かかる美容室とか美容院に変えてみるとか、普段安い大衆居酒屋に行ってるなら飲みに行く頻度落ちてもモテ男が行っているような敷居がちょっと高いかなと感じるバーに行ってみるとか、ずっと同じ環境に身を置くとなると状況は変わりません。コンフォートゾーンから抜け出すことです。コンフォートゾーンとは心理的なストレスがなくて居心地のいい楽な状態のことで、人は成長する上で3つの心理状態に分かれると言います。1つはコンフォートゾーン、2つはランニングゾーン、3つ目はパニックゾーンです。私たち人間は人生の 90% をコンフォートゾーンで生きているので、少し無理をしないとぬくぬく過ごしていてあっという間に時が経っておじさんになってしまいます。なのでこうちょっとチャレンジしてみるっていうことですね。自分の殻を破ってみる。8つ目はセンスを磨くということです。自分の好きなファッション系の発信をしているインフルエンサーを追いかけて真似をしていくことをお勧めします。ファッションにあなたのセンスは不要です。排除してください。モテたいならファッション情報を調べて世の中で受けているファッションを徹底的に真似してみましょう。でこの時にあまりにも多くの人を追いかけるとコンセプトがずれていくかもしれないので、多くても3人ぐらいにしておくといいと思います。よっぽどセンスがあったり勉強していたりする人でない限り自己流でモテるファッションをしていくのは難しいです。それにファッションについて自分で一から研究するとものすごく時間がかかるのでもったいないです。他の自分磨きにも時間を使いたいので、やっぱり極めている人、インフルエンサーなどの真似をすることをお勧めします。それからモテるファッションの比率としてファッションバイヤーの MB さんが発案した綺麗めたいカジュアル7対3というものがあります。カジュアルとはパーカーとかデニム、派手なスニーカーなどビジネスシーンでは使いにくいファッションのこと。綺麗めとは革靴、シャツ、スラックスなどのプライベートでもビジネスシーンでも使いやすいファッションのことを指します。そして綺麗めを多めにしてカジュアルを少なめくらいで組み合わせると自然と万人受けしやすいモテコーデが出来上がるということですね。9つ目は自己投資を積極的にするということです。先ほどお伝えした1000円カットから4000円以上かかる美容院に例えば変えるというのもそうですし、体を鍛えるためにジムに行くことも自分に対する投資ですね。本を読むのもそうです。こういった自己投資を惜しまないという姿勢が欠かせません。まあいいやと思って一時の快楽やくだらないことに散財してお金を使っているうちは一生モテません。10個目は匂い対策についてです。モテ要素を装備していくこともいいですが、嫌われる要素を排除していくことが先決です。その点ではまず口臭は絶対に NG ですね。他の全ての要素が良くてもモテなくなると考えてください。気になるのであればすぐに対策が必要です。それから服の匂いにも気
をつけましょう。洗濯そのものはもちろん行いますが、極力部屋干しは避けるようにできるといいですね。洗濯槽をきれいに掃除するなども必要です。洗濯槽については洗濯槽クリーナーなどを使って最低でも1ヶ月に1回はきれいにしましょう。また自分で気づかない自分の家の匂いにも注意してください。せっかくのおうちデートで家の匂いが気になると女性にとっては NG になるかもしれません。バスルームのカビを取るとか、ゴミを溜めないとか、空気清浄機を使うなどのことを心がけてください。人間は匂いに慣れていく生き物なので、家の中で臭い匂いがしていても本人は全く気づかないという可能性さえあります。なので匂いが分からなくてもケアするというふうに考えておきましょう。それから香水、フレグランス、柔軟剤の香りもいいですね。男性香水控えめなどで調べてみるといいと思います。そうすると匂いが控えめでほのかに香る香水、フレグランスがヒットします。香りが甘すぎたりとか強すぎないように気をつけてください。手首とか上半身につけると香りが強くなりがちなので、特に注意していただきたいと思います。膝の裏とかにつけると程よく下から香りが上がってきていい具合になります。11個目は都会に引っ越すということです。地方に住んでいるとマッチングアプリなどを使ってもなかなか出会いづらいというのがあったりとか、経験値も積めません。ですが都会に引っ越せば女性と山ほど出会えるし、どんどん振られてどんどん成長していくことができます。もし地元に思い入れがあるのであれば、都会で経験値を積んで理想の女性を捕まえて地元に戻って結婚生活を送れば OK ですよね。また恋愛に限らず仕事の機会や選択肢が多く、人が行き交う都会はビジネスが生まれやすい場所でもあります。デートのお店選びもしやすいです。モテたいという向上心がある方は高みを目指すのに最適な場所を選ぶというのも一つです。次はノリを良くするということです。隅でクールにしているのになぜかモテるというのはかなりのイケメンだけです。普通はいつも不機嫌そうでつまらない人と思われてしまうだけです。ではノリを良くする方法を紹介していきます。一つ目は声が通るようにするということです。単に声を大きくするというよりも、下を向かずに口を大きめに開けて声を前に飛ばすイメージで喋ることが重要です。そうじゃないと本人としては大きな声で喋っているつもりでも周りからすると聞き取りにくく自信のない印象になってしまいます。次は常に積極的であることです。自分から話しかける、自分から質問する、自分から飲み会を開くなどなど、キーワードは自分からです。特に多くの人を集めることができる人は意外なほど周りから高く評価されます。それに自分から飲み会を開いた場合、周りの人が主催者を立てようと自然とチヤホヤしてくれますし、また誘ってほしいと思うので女性も仲良くしてくれます。話しかけてはいけない人も質問してはいけない人もいません。無視されてもいいんです。怖がらずにどんどん話しかけたり質問したりしてみましょう。ノリがよく思われる3つ目の秘訣は表情です。特に日本人は表情筋が弱い人が多いとされています。そのため話の内容は楽しいはずなのに表情が硬いという不思議な状態になっている人が少なくありません。そういった人はもちろんモテにくいので、常に表情を豊かにすることを心がけましょう。そのためのトレーニングとしておすすめなのが、毎日 YouTube に動画を投稿するつもりで今日の出来事を3分話すというものです。できれば本当に投稿したいところですが、投稿するつもりで OK です。スマホで撮影して見られるという意識を持って話してみましょう。好きな YouTuber がいる場合はその人の表情を参考にするのもいいと思います。ちなみにデートとか合コンなどの前にこれをやっておくと、いいイメージのまま参加することができます。次、13個目は没頭できる趣味を持つということです。恋愛第一、彼女第一というまっすぐな男性は素敵ですが、それだけでは依存状態になって余裕がなくなってしまいます。恋愛第一主義もいいのですが、人としての面白み、深みも欲しいです。なので没頭できる趣味を持つようにしましょう。例えば旅行とか運動、副業するなど、どうせならモテにつながる趣味がいいですね。次、14個目はお金を稼ぐということです。結婚する人が減っている要因としてよく言われるのが、お金がないから結婚できないという問題があります。男性で女性の経済力を気にする人も増えてきています。気にしないよと言っている女性でも、お金があるとないとではある方がいいと感じるに決まってますよね。先ほどご紹介したファッションとか見た目ケアなどもしやすくなります。自己投資には軍資金も必要です。なので具体的には副業したりして、今よりも最低月5万円できれば月10万円ぐらい収入を増やすなど、実行目標を立てていきましょう。15個目は責任感を持って生きるということです。多責思考や言い訳をする癖はやめましょう。無意識に俺を振ったあの女が悪いとか、会社や上司が悪いなんて他人のせいにしていませんか？これでは何の成長もありません。潔く全部全て自分のせいにすることです。じゃあこの悪い部分を改善していこうと考えて実践し、モテ男に近づいていくことができます。次、16個目はたくさんの女性とデートするということです。これは何股
方もかけることを推奨しているわけではありません。まず女性経験が少ない男性はモテ男はたくさんの女性とデートするのが当然という意識を持ってください。意識を変えたら女性とどんどんデートをしましょう。そして経験値を積んでいくことが大事なんです。経験値を積んでいくとデートで全然緊張しなくなります。その余裕が女性から見るととても魅力的に映るんです。次17個目はマッチングアプリをやってみるということです。すでにやってる人も多いかと思いますが、時には嫌な思いをしたりとか全然マッチしなかったり失敗するかもしれません。ただそこで諦めたらただの嫌な経験で終わってしまいますが、試行錯誤することによってだんだんとレベルアップして磨かれていきます。どういうプロフィールが女性受けするのかとか、どんなメッセージがデートにつながるのかなど気軽に研究できる素晴らしいツールです。マッチしてデートをするなら必然的にルックスも磨いていくことになります。モテるためにはマッチングアプリに限らず何事も挑戦あるのみです。次18個目はマインドを正しく持つということです。自己肯定感が高くて自分を好きな人は他人にも好かれやすいです。自分を嫌いな人は他人にも嫌われやすいです。全然モテないし自分に好きなところなんてないよという人もいるかもしれません。でも本当にそうでしょうか。冷静に自虐的にならずに考えればここは好きというところがきっと見えてくると思います。まずは自分のその部分を伸ばしてください。自分の嫌いなところについてはひとまず許してあげましょう。自分に嫌いなところがあっても人間は生きていけるので、まずはそんな自分でもいいと許します。自分を認めて許せないと他人も許せなくなるのでモテません。そして許した上で改善していきます。またここまで解説してきた自分磨きをしていくと自分のことがどんどん好きになっていきます。頑張っていきましょう。次は口角を上げるということです。口元が下がると不機嫌に見えたり実年齢よりも上に見えてしまう、老け顔に見えるといった原因になります。第一印象が変わってきます。芸能人でもよく見ると口角が上がっている人が多いです。意識して口角を上げるようにすると顔がリフトアップして若々しい引き締まった印象になります。これも口角プラストレーニングで調べるといろいろな方法が出てくるのでこちらもやってみましょう。次は教養を身につけるということです。教養を身につけることで話のボキャブラリーが増えて会話上手になったり視野が広がります。本を読んだりとかネットで情報収集をしたり YouTube を見たり自分自身と違う新しい価値観の方の話を聞くようにしましょう。知見が広がって人への理解が深まれば人生が豊かになります。電子書籍もお手軽ですが私は紙の方が好きなので定期的に書店に訪れるようにしています。普段自分が見ないジャンルの棚にも足を運んでみると新しい発見がありますよ。ここからはモテホルモンを爆上げするさらに深い本質的なお話をしていきます。様々な論文や研究データをもとに分かりやすくまとめたので聞き流してもいいので繰り返し頭に入れていただきたいと思います。皆さん男性がモテるために最重要なホルモンについて詳しくご存知でしょうか。最強のモテホルモンであるテストステロン値が高い人はみんなに好かれます。圧倒的な魅力があるので人が集まってくるんですね。これは精巣や前立腺などの男性生殖器組織の発達に必要なホルモンです。性欲や性的衝動にも作用していてテストステロンの代謝産物は異性を引きつけるフェロモンとして機能します。男性の性欲減退にはテストステロンの減少が密接に関わっています。このホルモンが増えると代謝がアップして体脂肪の燃焼がされやすくなるためダイエットの効果も期待できます。テストステロン濃度が高いと自信にもつながるため強いメンタルを手に入れることも可能です。素晴らしい働きがあると思いませんか。まさに男らしさの根源ともいえるホルモンです。最新の研究ではテストステロン濃度が高い人の方が骨密度が高くなり筋肉量も維持できるということが分かっています。またこのモテホルモンが増えることで集中力が身につき気持ちもポジティブになると言われています。モチベーションアップ、チャレンジ精神が強くなるといった働きもあります。そんなテストステロンですが実は加齢とともに衰えるということも分かっています。20歳代でピークを迎えて30歳代から下降曲線に入ります。なので30代以降の方は減少に歯止めをかけていきましょう。30代に突入していない方も事前に押さえておきましょう。2022年の厚生労働省が行った調査によると男性は2から3割の人がテストステロン不足状態にあります。そして30から50代のおよそ3人に1人がテストステロン値が足りないことによる軽度以上の症状を感じているという結果が出ています。20代でも30代でも約3割に症状があり、50代は4割、
そのうち 8% は重度症状といった結果になっています。これは意外と知らない人も多いのですが、実は男性にも更年期障害があると言われています。加齢によりテストステロン値が低くなることで起こることです。テストステロンが下がると様々な不調が出てくるようになりますが、特に出やすくなると言われているのが心の不安定さです。具体的に言うと、特に思い当たることがないのに気分が晴れないとか、やる気が起きない、憂鬱な気分になるなどです。一方、テストステロン値が高い状態だとメンタルは安定しやすくなります。心が安定しているので1日不安感に襲われることもありません。仕事などをしている時もいいパフォーマンスで臨むことができます。一般的にはテストステロンイコール筋力というイメージが強いかもしれませんが、心を整えるという意味でもテストステロンを高める生活習慣を心がけていくことがとても重要なんです。このようにモテまくるという最強の効能以外にも、心身ともにいい影響を与えるテストステロンはある習慣を心がけることでより高くすることが可能です。体内から分泌されるテストステロンは多ければ多いほどいいとされています。そんな男性のモテホルモンを高める効果的な方法や NG 習慣について身につけていきましょう。最初にテストステロンが減少する原因3選についてやっていきます。1つ目は体脂肪が高いということです。なんと体脂肪が高くて肥満体型の人はテストステロン濃度が減少しやすくなります。モテるという観点で言えば標準体型でギリギリくらいです。さらに体脂肪率が高い人は生殖機能にも影響を与えると言われています。あらゆる面で悪影響を与えるそうなんです。ちなみに肥満体型の特徴は、男性がウエスト85センチ以上、女性だとウエスト90センチ以上、この数値以上の人は肥満傾向となるので、オーバーしている方は運動や食事改善を取り入れるなどして肥満体型から抜け出しましょう。スリムな方がファッションの幅も広がりますよね。2つ目の原因は栄養、睡眠不足です。夜更かししてませんか？睡眠不足になるとコルチゾールというストレスホルモンが増えることが分かっています。このコルチゾールが増えれば増えるほどテストステロン濃度が下がってしまうため要注意です。また1日4時間など睡眠時間が少ない人は、適切な睡眠をとった人と比べて 15% 以上筋タンパク質の合成が低下すると言われています。さらに別の研究では、睡眠不足になると筋力も低下するということが分かっています。睡眠にこだわりましょう。あとは栄養不足も良くないです。筋肉に欠かせないタンパク質はテストステロンにとっても非常に重要なものです。タンパク質をしっかりとっていないとテストステロンの濃度が減少するだけではなく、精巣が小さくなり精子の数も減少すると言われています。原因3つ目はストレスです。人間はストレスを受けるとコルチゾールというストレスホルモンの分泌が促されるという話をしました。これは男性ホルモンをはじめとした性ホルモンの分泌を抑えると言われています。強いストレスが続くと脳は危険が迫っていると判断します。そうするとテストステロンの分泌が後回しになって量が減少するようになるんです。だから男性ホルモンであるテストステロンを高めるためには、日常生活においてストレスを溜め込まないことです。とはいえ今時ストレスがないという人もいないですよね。自分がストレスを感じる人とはなるべく距離を置いたりとか、気分転換をして息抜きをしたり、疲れた時は無理せず休んだりしてください。自分に合ったリラックス方法を見つけて取り組んでみましょう。お待たせしました。ここからはモテホルモン、テストステロン値を高めるために実践するべき習慣を解説していきます。まず1つ目は AV は見ないということです。高いテストステロン値をキープしたいと思うなら、アダルトビデオを見るのはおすすめしません。なぜなら AV を見ると本能的に満足してしまい、意欲がそがれてしまうからです。 AV を見ている時の脳って現実と非現実の区別がついていない状態ですよね。 AV を見てしまうと性の欲求が満たされていると脳が判断して意欲がなくなってしまうんです。モテへのモチベーションが下がります。本当に変わりたいなら現実と向き合って AV は極力見ないようにしましょう。テストステロンは社交性のホルモンとも呼ばれています。男性に限った調査ですが、会ったことがない異性と対面することで上がることも分かっています。なので共通の趣味の女性と会ってみたり、ランチや飲み会などでも人と話すことが男性ホルモンにいい影響を与えるそうです。2つ目はこまめに水分補給するということです。仕事などで忙しくしているとついおろそかになってしまいがちですよね。食事もそうですが、水分は私たちが健康的な生活を送るために欠かせないものです。水を飲めなくなってしまったら、あっという間に体が動かなくなってしまいます。水はホルモンバランスを正常に整えてくれる優れものです。うっかり半日近く水分を取っていないなんていう状態になってしまうと、脱水症状が起きてテストステロンが少なくなってしまいます。このような状況を防ぐためにも水分はこまめに取るのがベストです。美肌効果にもつながります。だから仕事などで外に出ることが多い方は、車だったりとかカバンの中に
水を用意してこまめに飲む習慣をつけてくださいね。3つ目は習慣的に筋トレを行う。やっぱりこれですね。テストステロンを高めるなら筋トレ習慣は必須です。女性に一番モテる体型は細マッチョなので、筋トレによってそれを目指して全身鍛えましょう。またあらゆる習慣の中でも特にテストステロンを高めることができる有効な手段なので、ぜひ実践していきましょう。ムキムキになったらモテなくなるんじゃないのと思うかもしれませんが、そのレベルで筋肉をつけるには相当の期間と苦労が必要なので、とりあえず心配しなくていいです。実際にムキムキになりかけてから考えてください。また筋トレは基本的に辛いものだからこそ、それを続けていくことで自己肯定感を持つことができます。つまり自信ですね。自信がない男性はどんな男磨きをしても出ないので、問答無用で筋トレを始めて三日坊主にならずにしっかり継続してください。筋トレといってもいろいろな種類がありますが、特におすすめなのは足のトレーニングです。足には全身の筋肉の約7割が集中していて、テストステロンの受容体も集中しています。スクワットなどは筋トレの中でもきついんですけど、その分かなり高い効果を得ることができます。また重量を扱う筋トレもテストステロンをより高められます。ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動も健康のためにいいのですが、どちらかというとテストステロン値を高めるという目的では筋トレの方が効果的なので、この筋トレ習慣を取り入れてみてください。4つ目は起きたらまず白湯を飲むということです。先ほども水分補給が大事だよというお話はしましたが、まず朝起きたら白湯を飲みましょう。白湯っていうのは沸騰させたお湯を飲みやすい温度にしたものです。冷たいお水を朝一に飲むと内臓に負担がかかってしまいます。温かいお湯を飲むことで内臓に負担をかけずに全身の巡りをより良くすることができます。これもお肌も綺麗になります。内臓の温度が1度上がるだけで基礎代謝は10から12% もアップすることが分かっていて、健康効果も期待できます。5つ目は飲酒の量を減らすということです。実は飲酒はテストステロン値を低くすると言われています。ビールやチューハイなら1日グラス2杯分ぐらいに留めておくのがいいでしょう。お酒が好きな人にとってお酒の量を減らすっていうのはストレスになるものですよね。太らないようにするには焼酎やウイスキーなど蒸留酒を選んだり、飲みすぎないように程よい量を心がけてください。またお酒と同様、タバコもテストステロン値を低くすることが分かっています。6つ目は15分ほど散歩するということです。おすすめなのが朝のお散歩です。私も毎日起きてから1時間以内にはお散歩に行ってます。ここで大事なのは太陽光を浴びるということです。過剰な紫外線はお肌に良くないのでやめた方がいいんですけど、適度な日光浴はテストステロンの上昇に寄与するという研究効果があります。人は太陽光を浴びるとテストステロンの原料になるビタミン D が生成されます。また太陽光を浴びると精神の安定につながるセロトニンが生成されて、心身ともにいい影響を与えてくれます。1日15から20分程度の日光でもテストステロンの分泌が2割程度上昇するとの結果でした。特に朝日をしっかり浴びることなどが重要視されています。そして日光浴でビタミン D が生成されるということなんですけど、これってうつ病の予防効果もあって、睡眠リズムを整えるためにも屋内にいることが多い方は、自分の生活習慣、生活環境を見直してモテメンタルを手に入れましょう。7つ目は瞑想するということです。瞑想はストレスの軽減とか集中力の向上、自律神経を整えるといった効果が期待できる方法です。やったことありますか？この瞑想を行うことでストレスホルモンのコルチゾールが下がって、テストステロンがより維持されやすくなります。忙しくて瞑想する時間がないという方もいるかもしれませんが、この瞑想を続けることで得られる効果はかなり高いですし、パフォーマンス向上にもつながります。まず1日3分から5分とかでもいいので瞑想する時間を能動的に作ってみてください。8つ目は脂質と炭水化物をしっかりとるということです。脂質と炭水化物は食べ過ぎると体に悪いような印象を持たれることが多くあります。特にダイエットをしている方は脂質をなるべく控える方が多いですよね。ですが実は脂質はテストステロンの材料となる重要な栄養素なんです。特に動物性の脂質は正常なテストステロン値を保つ上で欠かせないものなんです。牛肉にはテストステロンを高めるクレアチンやアルギニンが含まれています。ダイエット中は脂質を控える方もいるかもしれませんが、このような食生活だとテストステロン値が下がってしまうため注意が必要です。減量してダイエットにつながっていると思ったとしても、体脂肪率が下がるとテストステロンが作られなくなり、筋肉が
落ちてしまいます。そのため減量したい場合はまずカロリー制限から考えていきましょう。テストステロンの材料となる脂質はしっかりとった方がよりたくましい体作りにつなげることができますよ。9つ目はトゥードゥーリストを作るということです。今日1日やるべきことをリストとして書き起こし可視化するというものですね。そんなの関係あるのって思うかもしれないけど、トゥードゥーリストを書くことでやるべきことが整理されて作業漏れを防ぐことができます。そんなトゥードゥーリストですが、今日絶対に達成するべき目標として取り組むことで自信をつなげられます。自分を変えたいと望むのなら心理的ホメオスタシスの誘惑を突破しなければなりません。これは現在の習慣や環境など現状を維持したいという心理を言います。テストステロンは自分に打ち勝つ、つまり自信を積み上げていくことで高まっていくものです。日々のトゥードゥーリストで自らに目標を課してそれを達成していきましょう。10個目は睡眠時間はしっかりキープするということです。睡眠不足が1週間続くとテストステロン値が最大 15% も低下するという報告があります。また超一流のプロアスリートや世界のビジネスリーダーの中にも睡眠時間を大事にする人は多いです。基本的なことですが、睡眠時間が4時間程度など明らかに少ない場合、体はいい状態を保ちにくくなります。毎日忙しくしてるとつい犠牲にしてしまうことが多い睡眠時間ですが、だいたい7時間以上はキープするようにしましょう。寝つきが悪いという方は寝る前にアロマを嗅いだりとか、リラックスする時間を作ったり、就寝2時間前までに入浴を済ますといった方法を実践するのがおすすめです。次はサプリを飲むということです。サプリをうまく取り入れてよりテストステロンを高めていきましょう。病院で簡単にどの栄養素が足りていないか検査もできます。ビタミン D は男性の性機能には欠かせないと言われている物質です。ビタミン D3 は食品から摂取できることはほぼなく、太陽光が皮膚に当たることで生成されます。そのため屋内など太陽光が入らない場所で過ごすことが多い人はビタミン D3 が減少しやすくなり、テストステロン濃度も低くなりやすいと言えます。だから屋内で過ごすことが多い人はサプリメントを活用して効率よく摂取していきましょう。あとは亜鉛レベルが低いと、これもまた男性の性的健康と生殖能力に悪影響を及ぼす可能性があるというふうに指摘されています。ドーズレスポンスといって、サプリの効果を得るには一定量飲まなくては効果が発揮されないので、摂取する量が少ないとダメということですね。次、仕事に取り掛かるということです。これまでご紹介したルーティンをこなせば、いつも以上にいいコンディションでお仕事に臨めるはずです。集中力も高い状態になっているかと思うので、その調子で仕事に打ち込んでいきましょう。テストステロンは仕事で成果を上げることでより高まります。人に褒められる、評価されるとテストステロン値が上がるということが分かっています。筋トレをしっかり行っていても仕事がうまくいかないとモチベーションは上がらないものですよね。そのため仕事にも常に向上心を持って取り組むことが大切です。次、13個目はゆっくり入浴するということです。夜シャワー派の人もいるかもしれませんが、おすすめは断然湯船に浸かることです。15分ほどしっかり体を温めることでリラックス効果を得られて睡眠の質が向上します。睡眠の質が向上するとテストステロンもより高い状態で維持されるので、ぜひこの点も意識してみてください。次はビジュアライゼーションをするということです。これは科学的にも効果が立証されている手法です。ビジュアライゼーションとは、自分の理想を想像してそれを現実として引き寄せやすくするというテクニックのことです。自分の理想を想像するときは、その時の感情や情景などをよりリアルにイメージすることが大事。本当に効果あるの?と思われるかもしれませんが、ピアノを弾けない人がビジュアライゼーションでピアノを弾いているところをイメージした結果、より高い練習効果を得られたというデータもあります。イメージすれば思考や行動に変化が生まれるということですね。テストステロン値も高い状態をキープしやすくなります。だからなりたい姿、自分の姿をノートに全て書き出しましょう。野球選手を目指す少年が自分が大谷選手のようになった姿を想像するのと同じで、モテたい人は自分のモテている姿をイメージすることが大事です。強くイメージすることで脳が目標に向かうための情報を集めたり、そのために肉体をコントロールしたりするようになります。なので女友達が10人欲しいとか、モデルと付き合っている、グラビアアイドルの彼女がいるなど、なりたい姿をノートに全て書いてみてください。理想の自分に近づくためにマインドから書いてみましょう。人類の進化に欠かせないリスクを恐れない心もまたテストステロンが生み出すものです。挑戦して成功体験を得ることでテストステロンはさらに上昇することも分かっています。テストステロンは日々の習慣でより高い数値を維持しやすくなります。ご紹介した習慣をしっかり意識して取り組むことで自分の目覚ましい変化を実感できるはずです。自分磨きは幸せになるための努力でもあります。ぜひこの機会に実践してさらにかっこよくなっちゃってくださいね。